こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ようやくというのか、本格的に F3 戦闘機開発チームが防衛装備庁に誕生した。予算化されてここまでは素早い。もっと言うなら、政府が閣議決定後、急ぎ足で進んでいる。それもそうだろう。F4 ファントムや F15 イーグルの老朽化は、すごい速さで迫ってきているし、F2 戦闘機にしても同じことだ。後継機を F35A と F35B だけにするわけにはいかない。日本も近年近代化が進んでいる。次世代戦闘機開発は急務となる。今までのような F2 戦闘機みたいな開発では、括弧がつかないだろう新進のはるか。次世代戦闘機にしておかないと。第6世代戦闘機とは言えないだろう。だが、ここから、どんどん、加速的に、開発は進んでいく。問題なのは、直近の戦闘機配備計画での最新鋭ステルス戦闘機をどう配備、増産していくのか。周辺国も、近代化が進んでいる中やはり、ステルス戦闘機は、重要となる。では、F35A ステルス戦闘機をもっと増やすためにどうすればいいなどの話もいろいろと出てきている。こんな変わった提案などはどうだろうか。少し話していくとしよう。2020年3月現在、世界中が新型コロナウイルスの拡大防止に躍起となる中で、ロシアや中国軍機の日本領空への接近が相次いで発生しており、航空自衛隊の戦闘機がスクランブル発進を行い牽制している状況だと報じられている。およそ常識的な国家であれば、こうしたタイミングで、このような挑発行為としか受け取られないような行動は、慎むのが、普通ではないかと思われるが、ミサイル発射を繰り返す北朝鮮と同じく、この2国にそのような常識は、期待できないようだ。こうした状況下において、航空自衛隊のスクランブル対応には、頭の下がる思いだが、日々、こうした形で、日本の防衛に従事してくれている主力戦闘機が、配備総数で201機を超す LF15J、JD イーグル戦闘機だ。すでに、最新鋭の第5世代戦闘機である F35 ライトニング2戦闘機の A 型も実戦配備も進められているが、依然数の上での日本の主力戦闘機はこの F15J、JD イーグル戦闘機であり、本国アメリカの F15C、D を日本国内でライセンス生産した機体だ。航空自衛隊では、この F15J、JD イーグル戦闘機を1981年から実戦配備しており、実に40年近くもの長きにわたって運用しているが、世界中の F15 戦闘機は、これまで一度も実戦で撃墜されたことがない、ある種無双な戦闘機でもある。航空自衛隊では、不
高な訓練中の事故で F-15J、JD イーグル戦闘機を。これまでに12機失ってはいるが、これだけの長期間にわたり、第一線で活躍する主力戦闘機としては事故での、遺失も含めても、極めて優秀な損耗率ではなかろうか。アメリカと日本以外で F-15 戦闘機を新規で採用した国はサウジアラビアとイスラエルだけとなっているが、1980年代にはその高額な調達価格も手伝って日本が同機を主力戦闘機として配備する状況を揶揄する言説も時折見受けられた。そんな F-15J、JD イーグル戦闘機だが、現在、航空自衛隊が保有する全201機中、102機に近代化改修が施されて継続運用が行われており、残る99機が F-35 ライトニング2戦闘機 A、B 型合計の105機の導入で、代替される予定となっている。2018年末頃にはこの99機の未回収機をアメリカに売却するという案も出され検討されていたようだが、その後この計画が決定したか否かについての続報は聞こえてきていないというのが正直な状態だ。この時の売却計画では、日本はそこで得た原資をもとにしてさらなる F-35 ライトニング2戦闘機の導入に充当することとし、一方、入手したアメリカは一定の改修を施した上で、必要とする自国寄りの第三国へ売却するのではないかと考えられていた。確かに、精度の高いメンテナンスが実施されてきた航空自衛隊の F-15J、JD イーグル戦闘機であれば、こうした用途に10分応える機体となるのではないかと、納得させられたものだが、未だ正式決定には至っていないようだ。一方で、2019年10月には残りの一時回収実施済みの F-15J、JD イーグル戦闘機に対し、追加回収となる新型レーダーなどの電子機器類についてアメリカの国防総省が総額約4900億円で合計98機分の機材の売却に OK を出したと報じられた。ここで承認された電子機器類は最新派生型の F-15X にも用いられているものとされており、この改修が施された後には現状の敵機の迎撃を担う戦闘機としてだけでなく攻撃機としても使用可能な多用途な戦闘機に生まれ変わると言える。ただし、総額約4900億円で98機ということは、1機あたり約50億円にも相当することから、航空自衛隊の F-15J、JD イーグルは、まず20機程度がこの改修を施されるものと見られており、最終的な回収数が確定したものではないようだ。確かに、既存の戦闘機に施す回収費用としてはかなりの高額であり、このところ、
生産数の増加や効率化によって1機当たり100億円を下回る単価になってきたと伝えられる F-35 ライトニング2戦闘機の調達価格を考えれば検討の余地もあると思われる。そういえば2019年にはこれまで台湾からの要望にもかかわらず中国との軋轢を危惧して最新の兵器の提供を認めてこなかったアメリカが米中の貿易戦争も激化や中国海軍の圧力増から F-16V 戦闘機の売却を決めたという報道もあった。個人的には機体の素地としては F-16 以上の星空能力を発揮可能な F-15 イーグル戦闘機を、こうした台湾などの深刻な危機にさらされている国に対してぜひとも安価に提供してもらいたいものだと願ってやまない。素人目にどうしても気になるのは航空自衛隊で実戦配備の進む F-35 ライトニング2戦闘機と言えそうだが、ミラ数的にも主力戦闘機である F-15J、JD イーグル戦闘機の有効な活用方法からも目が離せないと感じられる。